皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシーです。本日はですね、モンストをプレイしていきたいと思います。で、今日はフェンリルが来てですね、で、フェンリルの普通の方は運極ができたので、もう片方のフェンリル X の方に挑戦していきたいと思います。で、その出現条件がですね、フェンリルに、オラゴンを加えたパーティーで行きますとね、でフェンリル X が出てきますので、ちょっと行ってみたいと思います。で、レーザーバリアが効かないので、そこだけちょっと、あれなんですけどね。まあ、行ってみたいと思います。で、ルシファーが適正だったので、ちょっと連れて行きます。で、悟空は、爆発なのでね、まあ、ルシファーがあった友情でね、ルシファーの友情が、出るので、それでいいかなと思って連れて行きたいと思います。では、行きます。行きます。で、フレンドは、ガブリエルかな。ガブリエルが、電撃が、いいかなと思ってただ単に最近の新しいキャラなんで使いたいっていうのもあるんですけどもこれで行ってみたいと思います。見た目的にね、私フェンリル X 大好き、かっこいい。狼がね、狼っぽくてかっこいいよね。では行きます。オラゴンかわいいよねなんかクリクリしてて可愛いよね。果たしてこの赤ちゃんオラゴンを連れて行って大丈夫なのかだいぶ赤ちゃんだからね、多分レベル2とかだと思うんだけど大丈夫かな、ちょっと不安だけど。そう、この悟空がね、スピードアッププラス爆発っていうのがだいぶ私はいいと思う。このね、あ、そっか、蘇生来るんだ。どうしようかな。オラゴン。いいね、いいね。はい。OK。バトル2です。私、モンストのアニメ、途中まで見てるんですけど、なんか、何気面白いよね。普通アニメってほら30分じゃないですか。モンストのアニメちょっと短めなので、なんかちょっとさって見れるよね。さってなんかどんどん見れる、いっぱいはい次、はい次、はい次って見れる感じ。めちゃすらオラゴンがかわいいかわいい。オラゴンはね、ポップコーンが好きなんだよポップコーンが好きみたいだよ。いいね、ルシファーいい位置にいるよ。フェンリル X の頭上を捉えてます。いい感じで捉えております。あー、もうちょっと押せる方が良かったな。レーザーバリア結構私嫌いかも。アーサー連れていけないってなるよね結構ね、レーザー、友情コンボがレーザーのモンスター多いじゃないですか。だから結構選びますよね。次オラゴン、オラゴンどうしようかな。横でいいや。おお、オラゴン頑張った頑張った壁からしたよ。このステージがね、モンスターストライクのアニメのねステージですよね、一緒ですよね。あー、意味なかったかな、ちょっと。うん、さっきからね、ルシファーがね、いい位置にいてくれてるからね。オッケー、最高どこ行った、あ、僕そこにいた。オラゴン
このガバリエルの電撃強くないですか？雑魚勝利にもってこいですよね。結構ダメージ食らうので、ガブリエル欲しいなとか思いながら。かっこいいフェンリル X、 かっこいい、超好きこの見た目。では行きます。ただ重力バリア張ってるからな、雑魚勝利しながら行こうかな。これ間に入っちゃおうか。オッケー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 、これはこうでしょう。えい、オッケー。やっぱりね、雑魚勝利しながらやった方がいいですね。オッケー。なんかね、意外とオラゴンが足引っ張ってないかもしれない意外とドラゴンってやっぱり、あ、レベルは一応極みだった。よかったよかったよかったそっか、レベル極みで落ちるのか、オラゴンって。落ちるっていうか、もらえるのか。意外と足引っ張ってないとか、オラゴンにめっちゃ失礼だよね。多分ね、怒ってると思うなんだとって怒ってる。はい、オッケー。このフェンリル X の方でもね、運極作りたいな。かっこいい。オラゴンどこ？オラゴン、あ、いやいやいや、出ちゃった出ちゃった。カンカンしたかったんだけど、出ちゃった。はい、この上の頭、フェンネルックスのさ、上の頭のところでカンカンしたいよね。うわ、強い。やっぱりガブリエルの友情強い。強い。超欲しいなぁ。どういう子かなぁ。オッケー。オッケー。やっぱ悟空がいるとね、火力が上がるね。だいぶ違う。OK、これラストゲージ。いくぜー。オラゴンの SS。敵の弱点にヒットした際に特大ダメージ。ちょっとダメだね。ちょっとダメだ。やはりガブリエル強い。やはり強い。悟空は多分あれだね、あの敵に、あの仲間にいっぱい触れて、いっぱい連れてく感じに率いる感じね。触れれるかわからないけど一応使います。あ、OKOKOK、 いいよ。オラゴンの SS 使いたかったんだけどねどうせならどうするか。これ死んじゃうかな？ちょ、オラゴンの SS 見たくない？まだ10ターンあるし。あ、ディフェンスが死んじゃうかな？あ、死んじゃうかも。あ、大丈夫だ。よし！これでオラゴンの SS で。よし！行こうか。オラゴンで締めるよ。ヘイ、かわいい、かわいい。オラこんにちはって言った、こんにちはって言ったはい、無事にフェンリル X のコーンできました。そこまでね、難しいダンジョンじゃないので、オラゴンがいても全然大丈夫です。むしろオラゴンの SS が結構いいかもしれない。はい、一体獲得です。
はい、てなわけで、今日はモンストのフェンリル X に挑戦してみました。オラゴンを入れて連れていくとね、フェンリルに連れていくとフェンリル X が出てくるんですけど、見た目的にものすごくタイプなのでフェンリル X かっこいいので、フェンリルの方はもう運極ができてるので、フェンリル X も今後ね運極目指して頑張りたいと思います。で、何気オラゴン の、 SS が可愛いっていう可愛いね。でも相手の弱点にヒットすれば結構ダメージがいく感じだと思うので、ちょっと最後ちょっと分かりにくかったけどね、もうちょっと早めに使えばよかったかね。ちょっとね、ごめんね、使い方が下手で。はい、ではね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。ではルルシュでした。じゃあまたね、バイバーイ。